かゆい。皆さん、今日は七夕だから7時7分に予約してみた。おはー。起きてます。お姫様じゃないです。制服の目、はーい。お花タイムには家を出てるので残念ながら、はよう。おはよう。ああ、眠たい。あ、そう、配信そんな長くできないんですよね。45分ぐらいに終わりますね。まあ、それまでにメイクが電気つくけど、電池入れてないからつかないです。めっちゃ怖い。粘着で火事？やだよ。ありがとうね。泡。3じゃないの楽しみだね。花も楽しみ。暑いよね。最悪。行かないよ。行かないよ。こんちゃな。あれよ。夜配信できないかもしれない。10時頃来てたんだ。
仕事中。おはようです。おはよう。元気の日。おはよう。ねえ、これね、ニキビ潰した。おまえが200回目。すごい。終わるまでにあと30分ぐらいしかないで、あ、そうなんだ、レッスン中独占してたんだ、誰もいなかったんだね。確かに私は行ってないです。暖かくなってきた。6個。おはよう。ママが最近さ、なんか化粧してなくてもさ、化粧落としなさいって言ってくるの。してないしって言って、ってことは私化粧してなくてもいける。君だからちゃんとやろうとしてるあたりが偉いですけどね。はよー、じゃ化粧落としなさいってすごい怒られる。私が化粧落とすのめんどくさがりすぎて。さあ化粧するのはいいんだけどさ、いやするのもめんどいけど、なんか落とすのが一番めんどいんだよね。化粧落としシートみたいなんで落とそうとすると怒られる。怒られるけどそれで落とすけど、まあそしたら無事にこれができたってわけなんですけど、その無事ニキビができました。シートで落としていたらそりゃそうだ。ね、私はね、クレンジングバームってやつですね。なんかよくわからないです、バームでやってます。なんかなんなんでしょう。なんかね、液体じゃないけど固形で、固形の肌につけてこうなじませて、そしたらオイルみたいになるやつ。いるの？散歩？かわいい。石鹸で洗ってゴシゴシ。石鹸ね、弟とかどうしてんだろうな。いいな芝。
ちゃいそうだよね、マジで眠いよ今日。眠いもん、さらちゃん。同じ設計で落とせるよ。何も食べてないよ。何も食べてないからお腹は空いてるけど、まあって感じかな。はよシャワーヘッド。私シャワーヘッド、お風呂好きじゃない。朝ごはん食べる、食べるときと食べないときがある。これついてんの？ついてないでしょ絶対に。今日まあいいよ、フルーツ。なんでかっていうとママがお家にいないからです。もうついてるわ。おはよう。ね、最近さ、おいしいさアイスを見つけて遊びに行ってないと思う。病院じゃないかな、お前シャワーヘッドで化粧って言えば。で、おいしい。なんかムースってやつ、なんか溶けないアイスみたいな、溶けないアイスみたいなやつです。結婚します。なんか溶けないアイス、なんかね、めっちゃ安いやつ、一番にせ、なんかね、美味しいの、ね、やっぱ語彙力なさすぎて本当にやばいかも、今なんか、普通とかゼリーみたいなのが凍ってるやつみたいなやつですね。ゼリーじゃない、プリンみたいなやつかな。あ、扇風機つけました。なんかミルク味のプリンみたいな。体に悪そう。いや、美味しいからいいんですよ。美味しくて安いから。そう。トルコアイス食べたことない。プリンってやっぱ何なのかな。そう、なんかプリンみたい。この間初めて食べたんですけど美味しかったです。でもなんか給食でおなじみって書いてあるから、まあ給食で出てくるなら子供が食べてもって感じ。美味しいんじゃないですか。誰が食べても美味しい気がしますね。あー、コンシーラー塗るの忘れた。もう腐れた。150日イエーイ。ありがとうございます。皆さん、やばいよ、もうあと15分ぐらいしかない。待って、つける。切れ物じゃないな、なんかなんだろう、影隠して、なんかコンシーラーを鼻のここに入れるとなんか鼻がちっちゃくなるみたいです。いつも入れてる。オレンジ色とかで隠しちゃいますね。見えなくなりましたね。素晴らしいですね、コンシーラーって。
オレンジ色で隠すと見えないんですね。あと黄色も混ぜちゃった。私の愛用コンシーラーはオレンジ色と黄色なので、もう見えませんよね。もう素晴らしいじゃん、私のコンシーラー何も見えない。そう、今日は仕事なんですけどね。でも別にね、今終わんなくても大丈夫、正直。ちょっと影がなくなって鼻がシュッとするんですよね。その鼻をさ、こうシェーディングみたいにしなくても。はい、見えません。ボッサボサなんですけど、消えてた？もしかして日焼け止めはね、下地に入ってますね。もうこれが SPF50+PA++++ です。止まってたんだ。確かにちょっといいやつかもしれないけど、肌に使うものですからね。くし使っても今はね、もう使っても別にダメな状態ですね。あーでも意外と大丈夫。日焼け止め嫌いなんだよね。なんかさ、カサカサするじゃん。いいです。くし、くせ毛なんかな、わかんないけど、もうなんかめっちゃ広がっちゃうんだよね最近。おはようございます。なんか全然寝るからいけない。全然うまくいかなくてさ、マジイライラする。やだ、結構うまくいかない。
名酒？何陽明酒って今30分の SNS マンジュール中居くん、なんか最近イライラしたことは何ですかみたいなアンケートでさ、原さイライラより悲しくなるみたいな言ったけどさ、あの時ちょうどイライラしてることがなかったからかもしれない。イライラでも最近やばいな、本当に最悪な、そんな自分に嫌気がさす。いいんだ、梅酒って美味しいんですか？そう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 。まずいんだ。まずいなら飲みたくな。ママに昨日言われたんですよね、なんかマジでイライラしてる最近みたいな。甘い、エナジードリンク飲まないです。え、陽明酒ってお酒なんだ。あれかと思った、なんかお酒って言いながらもうお薬系かと思った。誰ですか勧めた人、私飲めないじゃん。飲めないやつじゃないですか。え、ね、甘酒みたいなパターンかと思ったよね。ママじゃないよ。ちなみにだけどママじゃないよ。違うよ。おばあちゃんですよ。ママが朝とか家にいないとき、おばあちゃんがお家に来てくれるんです。陽明酒飲んでた子供の頃。あ、今がダメなんだ。おばあちゃん、おばあちゃんが野菜を食べていきなさいって。朝駅まで送ってもらいます。え、音聞こえてました？聞こえてんの？
一瞬だけ聞こえた。最初はね、確かに消して、ね、消したけど聞こえてんのかと思ってた。消してても口の動きで読み取られるってことね。もうなんかだいぶもうなんか花の顔になってきたじゃん。もう花の顔じゃん。もうメイクめんどくさいよ。もう花の顔なんだけど。今日はピンクにしたいと思います。待って、ピンクはいいんだけどさ、私コンシーラーなくしちゃったからさ、ダメなんだ。コンシーラーなくしたから赤いのぼかせない。真っ赤っかですだから。いや、みんな私とおばあちゃんが送ってくれるので大丈夫です。ありがとうございます。送ってくれるだなんて。でも私のおばあちゃんが送ってくれるから大丈夫です。おはよう皆さん。今年あ、だからもうすぐ何ですか。え、電波うっとうしいよ、本当に。治った？戻った、よかった。顔だわこれは。え、まつげをやるさ。メイクここまでにしよっかな、一旦。疲れた。あとは後でやります。持ってかなきゃいけないもの、はい、OK です。テンション低い、やばい。はよー。
何してるの？ほら、いつばす。いや、髪の毛めんどくさいよ。いいや、髪の毛もこのままいっちゃえ。うん、はよう。でもいけるでしょ。綺麗ではない。ガサガサじゃなくて、なんかむしろなんかオイルみたいなのが漏れてなんか入ってます。まあいいや。何やばいやばい。なんか多分さ、このさ、え、こいつ漏れた？嘘だろ。これ中身入ってないでしょ。じゃない。何が漏れてたんだろう。わかんないけど。使いますよ。そんな変な匂いもしないから使って大丈夫。え、ポーチの中は別にそんななんかのままです。チークって可愛い。チークってさ、つければつけるほど可愛い気がしてるんだよね。つければつけるほど可愛いです。それさ、ほっぺ赤い子の方が可愛いよね、普通に考えて。便利だね。なんか自分でなんか恥ずかしくなってさ、ピンクにできないけどさ、自分でこうやってさ調節できるピンク最高じゃないですか。ね、前髪かわいい。ありがとうございます。ブリブリハーガーはもうね、できないですよ本当。なんか太くなった。なんかキモいんだけど。
もういいや。あ、オッケーオッケーオッケめっちゃ長くなっちゃった。もしかして。さ、何もいい。オッケー、何周見ます。めっちゃ長いかも。13位さとちゃんありがとう。12位わたわたあとまくはななチュキチュキありがとう。11位まゆひなありがとう。10位ダンディありがとう。9位山ぶどうありがとう。8位コウジありがとう。7位花アットマークお花組ありがとう。6位ヨッシーありがとう。5位ロッドシフトアットマーク花なんが今日も一日うまくいきますねありがとう。4位ポンソンアットマークお花組ありがとう。3位タケありがとう。2位ミロッチアットマークお花組ありがとう。1位アットマークデムキアットマークハナちゃん愛してるありがとう。87位はリエちゃんズありがとう。よし、それでは配信を終わりたいと思います。夜はできない可能性の方が高い。 OK。 OK、 じゃあ皆さんまた浴衣配信はしませんよ。また今日はしませんね。じゃあね、またら。やるかもしれないって話ですよ。バイバイみんな。またら。バーイ。